本部が入る埼玉新都市合同庁舎検査ネ独立行政法人農林、水産消費安全技術センターは、日本の農林水産省所管の独立行政法人である。農林水産消費技術センター、必死量検査所及び農薬検査所が合併し、2007年に設立された。行政執行法人であるため、役員、職員は国家公務員である。 食の安全と消費者の信頼確保についての事業を行っている。生産から販売までの一連の過程を通じた取り組みを方針とし、そのために前進となった産法人の各専門技術を活かして事業を行うとしている。肥料や農薬、遺伝子組み換え食品などの生産場面から、その後の加工の場面、小売場面での食品表示まで、食品や 農薬の分析や立ち入り検査、情報提供などを通じて活動している。人間の食品だけでなく、畜産用の飼料や、さらには、ペットフードについても、活動分野としている。埼玉新都心合同庁舎検サムネの本部のほか、札幌市、仙台市、名古屋市、大部市及び、福岡市に支部を置いている。ありがとうございます。